これをかけないと落ちちゃうんだ。落ちちゃう。絶対落とします。何十ピッチも落ちたら絶対落としますんで、かけてから外せば落とさない。なるほど。 でかい方にかけとく。素晴らしい、はい、大事です。ありがとうございます。で僕は使わないで降りるんですけどね。倉岡さんはずっとこの上もから、最初だけですけど、それアームです。2本しかないんで、うん、2本だと2人は降りられるんですけど、そうかそうか、もう1人が降りられないわけですね、はい、テンションかけちゃいけないんで、そうということで倉岡さんは常に僕らに、ATC を譲っていただき、常にアームで降りていってます。そうすると2本フリーのロープあるんで、はいはいはい、3人同時に降りられるんです。なるほどね、はい、ちょっと早いです。いやすごいですね。それ僕も降りられます。あ、はい、僕も降りられるんですね。これあっちは今柴田さんが降りてます。下まで降りたら待っててください。ということですよ。いやーカールステンズ登ってきましたよ。今最高の天気でした。いやー最高。エイトサミット、リアルセブンサミット、達成です。本当すべてはあのお方倉岡さん、オール倉岡さんのおかげです、はい、エベレストに行ってきます。グランドスラムをやっぱりやろうと思うんで、そこまでちょっと続けようと思ってます。エイトパンも同じ、下だけ持って進めてきます。下を離さない限り、エイト缶の下のロープ、このロープ落ちることはない。ここで制御がかかります。ここでね、制御がかかるんで落ちることはないです。こういう感じで左手は離さない限り自分は落ちることがない感じです。で、エイト缶の方がこのようにロープが、穴がでかいんで、ロープがさっきの ATC と違ってよりスムーズに送れます。